村上君もそうですよ。あ、まあ、山田君もそうですよ。ですね、はい、村田さんはどうでしょう、坂本勇人のサードというのはもう見慣れましたか。私ちょっとまだ新鮮な気がしてしまうんですけども。そうですね、サードで頑張ってほしい。ただ運動量も多少は減りますし、あのどっちがしんどいかって絶対ショートがしんどいんですよ、間違いないですよね。でもサードの怪我する可能性ありますし、もうサードで怪我しだしたらもうはっきり言っても行くとこないんでね、レギュラーじゃなくなっちゃうんでね、はい、もうだから今年坂本君はこれから先野球を何年できるのか、まあ、3000本にどれだけ近づ、レギュラーだからこそ150本で打てるわけだって、もうベンチワークになあの機械になったらヒット30本、はい、40本先になっていくんで、今年やったらまた来年も再来年もって期待できたら3000本っていうの言われますけど、今年外れちゃうともう苦しくなってくるんで、まあ坂本君それ分かってると思うんで、はい、また別の意味で勝負の年になってくると思うんで、うんうんうん、頑張ってもらいたいなっていうありますけどもね。去年は116試合で116安打、うん、はい、で現在が2321安打、はい、3000本まではですから、700本弱というところですね、はいはい、坂本君がサードで今125から130先発するならば、やっぱりその試合数分はヒット打つと思うんですよ、最低、はい、もうちょっと打つと思うんですけど、130、140本打つと思うんですよね。そうなると5年したら全然チャンスありますよね、まあ、そうですね、はい、で立浪さんのツーベースの NPB 記録までもあと42本に迫っていまして、ね、もう本人も、まあ、この調子でいけばあと2年ぐらいではいけるんじゃないかなということも話していたんですけど、まあ、それだけツーベースヒットは坂本勇人も非常に大事にしている、こだわっている数字ですね。あの話した時に、いや村さん2000本っていっぱいいますよね、いやそういっぱいいないですけど、難しいことです、何もいますよね、はい、やっぱツーベースは僕も今日こだわっていたいんで、まあ、立浪さんを抜いてという話を何年かもしてましたよね、はい、あと42本、まあ、本当に現実味を帯びてきたなというところまで来ましたね、はい、本当サードで1年フルにね、まあ、100もうたまに月に、まあ、2試合ぐらいは若い選手に休養しながらでいいと思うんですよ、はい、理想130、最低120ってところでしょうね、坂本もプロ18年目、すごいことです、35歳になりました。2年目からずっと一戦ですからね。いやそうですね、それもショートを守り続けてですからね、本当そうです、はい。